愛知県立内海高等学校は、愛知県北郡南知田町大技、内海ア座奥鈴が、谷一から市にある県立の高等学校である。前身は1939年開校の内海町立内海高等裁法女学校であり、1949年に愛知県立半田高等学校内海分校となった、後、1957年に、 愛知県立内海高等学校として独立した。1980年から三河湾に浮かぶ日韓が島と篠島に分校が存在したが、2001年にはひまか島分校が、2004年には篠島分校が並行した。複合選抜の分類では、終わり1.2軍 A グループになっている。内海という名称だが、 名鉄千田新線内海駅と名鉄港和線港和駅の二駅からほぼ遠距離である。両駅から海っ子バスで10分程度。吹駅北から通う生徒の多くは所要時間が短い、交通費が安いなどの理由で港和駅を利用する。自転車通学者が多い。内海方面からは歩道が続く。しかし、港和方面にはそれがなく、下記には 雑草が生い茂り、必然的に白線の外側にはみ出すため、事故の危険性が高い。校門を出た敷地内にバスロータリーがある。保護者の車両は原則校内進入禁止のため、ここで送り迎えをする。敷地は76万平方メートルと広大であり、敷地内に自然林や池を有する。この地区の他の高校にも見られるように、山を削った地形上にあるため、 敷地内は段が複数ある。ただし、その敷地の広さのためか、コンクリートや石垣による土留めは一部を除きない。何事にも誠実に取り組み、努力する人を育てるを基本方針としている。校庭が広く、互いにスペース的な干渉なく練習できるため、部活動が盛んである。生徒への指導に厳格な基準があり、特に制服などの服装の指導は細かい。 例えば、副食品は、ピアスやブレスレットをはじめ、下記の帽子やサングラス、サマーセーター等も禁止している。男子の頭髪については、前髪は眉にかからない、横は耳にかからないなど、違反した場合は、一度帰宅させる再登校指導や、反省文となる。段階的指導により禁止処分もある。かつての混迷期の反省として、 いわゆる不良をめいた行動には格段厳しく対処する。例として、喫煙、暴行、いじめ、これらの同席、無断免許取得などは、別室や禁慎、低退学処分などがある。上記の厳しさゆえか、下校途中の服装は、一般的な高校生がそうであるように、着崩されていることが多い。毎年7月に、講和校と内海海岸で清掃活動を行っている。 2021年度には、竹豊ドンキホーテの屋上にて、竹豊高校と喧嘩をして、地田南部地域では大問題となる。地元では、内高や内海、バカ高と略される。一年時は選択科目ごとに、音楽家庭と美術家庭別にクラスを分けられる。なお、一年時は一組40人を AB 組に20人ずつ分けるが、必ずしも A イコール美術。 B イコール音楽ではない。クラスは1から 1A、1から3バイトのようになる。AB は完全に別のクラスだが、生徒番号のみ連番であり、例えば1から2バイトクラスの出席番号1番は1221番となる。2.3年時は1クラス原則30人で、1組、2組が分離混合クラス、3組以降が文系クラスである。クラスは2から3。 三から一のようになる。ありがとうございます。